はい、どうもヒロです。今回はですね、ちょっと、火曜日の、グラセフの時もそうだったんですけど、マイケル隊長がね、ちょっと諸事情により、PS3 をね、使うことができなくて、今回はね、マイクラも一人でやっていきます。で、先週のマイクラの時に、ブランチマイニングをやったんですけど、今回はね、ちょっと、一人でそれをやっていこうと思います。で、いつもやってるワールドは、マイケル隊長がホストなので、マイケル隊長がいないと、その、いつもの世界に行くことができないので、今回は、だいぶ前に一人でやってたワールドで、ブランチマイニングをしようと思います。で、一応道具は全部揃えたので、場所をちょっと決めようと思います。で、いつもいる、てか自分の家の中からやろうと思ったんですけど、自分の家の下にね、洞窟があるので、さすがにちょっとまずいなと思って、ちょっと場所、あんま遠くないところで、やろうと思います。で、ここが自分家の真上だから、ちょっと進んだところか。こっちにしようかね、逆に。横に。こっちにも洞窟だったな、でも。ここにもあるんですよ、洞窟が。なんで、こうやって海の下はダメだよね。どこにしよう。多分この辺がもう洞窟なんだよね、多分この下が。こっち側にしようか。ここダメかな。こっから向こうに掘っていこうかな。ちょっと待ってよ。あ、石で入り口を作りましょう。ここから下に掘っていこうと思うので、ここに、こう、2ですよね。先週と違って、ちゃんと松明も用意してきました。ドア設置しなきゃ、準備が大変だ。松明と食べ物も用意したので、以前よりかは準備は簡単です。以前はね、準備しやすすぎてますね。映像が真っ暗で見づらかったかと思います。完成。さあ、早速も入っちゃいます。まずは、砂なんでシャベル。鉄のシャベルか。で、今持ってきちゃった。で、念のため土を持ってきました。こんな感じかな。よし、じゃあやっていきます。はい、で、こっから。こっからの方がいいのか。ここは砂なんでちょっと危ないね。早速石、石のつるはしで。あ、落ちてきちゃうのか。よいしょ。石、石。どれぐらいまでしていけないのかね、よくわかんないんですけど、ある程度のところまでしていこうと思います。あとはやっぱり、うわマジか、開いてる。どうしよう。ちょっとここからまっすぐ進みます。一旦普通にカランカラン聞こえるもんね、スケさんの音。この辺を一旦埋めて、ここで行ってたんだよね。ここからちょっとまっすぐ進みます。下行けばいいのかどうかっていうのはよくわかんないんですけど、使います。シャベルの前なんか水の音聞こえる。
よっしゃ。鉄につけました。あ、鉄いっぱいあるな。この高さにしようかな、一旦。そんな深いところまでは来てないんですけど、一旦この高さで、ちょっと横に、何方向かに掘っていこうと思います。こうやってどうやって行くんだろう？横に行くのかな？よ。え？何あれ？埋める。マジか。ここまずい。ここはいいのか。いや、まずいな。おお、スケさんいるよ。よいしょ。よいしょ。マジか。どうしよう。ああ。どうしようかな。反対は？こっち行ってみよう。こっちなら安全そうだよね。じゃあこの辺までにして、こっから横に掘っていけるのかな。違うっけ。ランチラインってことは分かってたじゃない。本当のそのランチラインっていうのはよく分かってないんで、何ぜひしかないんだっけ。石なんだちょっともうすぐ掘ります。どんどこどんどこ、こんな広いね。どん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 うるさいよ。そんななんもないんだ。あ、もしかして洞窟？マジ？洞窟だ。待ってよ。砂岩？ちょっと待って。うわあ、マジか。そこなんかある。こうまっすぐ来てたらまずかったね。普通に突き抜けるじゃん。これなんだっけ、なんかすごいところだよね。こうやって上開いてる、もしかして上開いてんじゃん。あれ空だよね。マジ。ちょっとこの砂岩だけ取ろう。こうやって石か、石じゃない、ツルハシで取れるんだ。うわぁ、水流れてきたし、最悪。なんで？あー、もう海なのか。よっ。えい。よし。じゃあ、こっち、あー、なんだなんだなんだ。いいや、戻ります。次、反対掘ろう。何の収穫なさそう。やだー、死んじゃった。待ってよー。よいです。あ、なんかお水なんだよ。何でこいつなんだよ。
見たぞ。何でレバードさんだ、これか。なんで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 、もうやだ、ちょっと待って、帰りたい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 、マジ怖いからもう。丸石埋めて埋めて、ここも埋めて、あひどいよこれ。石の通りどこ行っちゃった、ここだ、ここじゃない、ここじゃなくて、1,2,3 でもダメだね、ここにあったもんね、また開くよこれ、ほら、開いた、いやー困ったもんだよ、どうしたいんだ、こっちはこっちだったもんだ、とりあえずこっちはこっちだ、横に広げてったけど、割と、あ、石炭だ、レッドストーンとか金とかあったもんね、もっと下まで掘らなきゃダメかな、終了。戻ろう。どこだっけ、無事だ。はい、ということで、戻ります。これひどいよ。ここ進めないじゃん。よし、入ろう。よし。はい、ということで、ですね、今回のブランチマイニングの結果、鉄鉱石が23個、22個だこれ、鉄鉱石22個、ああのみです。あと丸石がいっぱい手に入ったかな、 あとね、これ砂じゃねえよ、砂岩が手に入ったぐらいかな、うん、石炭もちょっと多かったけどね、こんなもんです。ちょっと場所をもうちょいいい場所探して、下掘ってても洞窟がないようなとこまでがあれば、そっからねまたブランチマイニングしていこうと思います。でもあのマイケル隊長が帰ってこればもう普通にまた部屋作りをやっていこうと思うので、とりあえずマイケル隊長が帰ってくるまでの間ブランチマイニングをして、もっとダイヤとかもね、どうせなら掘り当てれたらいいなと思っているので、また一人の時は一人マイクラ実況の時はブランチマイニングをやっていこうと思います。ということで、ブランチマイニングはね結構地味な動画になってしまうんですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では